新見特英は、日本の作曲家、東方学園大学院大学教授、東京音楽大学客員教授、愛知県名古屋市に生まれる。愛知県立朝日川加工等学校、東京大学工学部卒業後、東京芸術大学卒業及び、同大学院修了。間宮義夫、三吉明。 野田明之に指示。出世作はアンラサージュであり、一元的な多層画から見合う。それで全体では方向性を持つというヘテルフォニー的な語法を確立する。以後の作品はアンラサージュのような抽象的な語法の作品と、幼年連統をはじめとする調整で書かれた作品とに2分される。1980年代には校舎の系統の合唱曲を多く発表し、 合唱の世界で人気の作曲家となる一方、前者の系統に連なるオーケストラ作品は難航した。80年代末から90年代に入り、前者の系統は宇宙や生命をテーマにした独自の世界観を表現したオーケストラ作品に取り組み始める。後者の系統は白い歌を言う歌の連作へと発展していく。この2曲文化について後に握みは とにかく両極端をやると、これが楽しかった、もっとシリアスにこれまで試みたことのない語法で書くことと、この白い歌を言うたと、どっちかだけをやればいいと思うようになりました。いわゆる普通の合唱曲に関心がなくなってしまいましたねとしている。ハーモニー P14? 対話集 P159 から162対話集 P163 対談集 P162、ハーモニー P14、対話集 P163、対談集 P163、対談集 P166、対話集 P175、ハーモニー P18。ありがとうございます。